민채녹 한국어. 안녕하세요. 김민채입니다. 안녕하세요. 今回の 表現は 한국말로 인사합니다. 한국말로 인사합니다. 일본어 대화 한국어 대 아이사츠 시마스. 今回の 表現の 포인트와 한국어 대화 로, 일본어 대화 네, 노 도코로 데스. 조시 노 것도 공가에 저도 배워 시오 또, 그레까라네 배워 시오 또 못해 마스. 자, 뭐 이까이 렌쇼 시대, 코노 효겐 데키레바 오보에 마쇼까. 한국말로 인사합니다. 오, 한국말로 인사합니다. 한국어 대 아이사츠 시마스. 자, 미나쿠 이때미테 구다사이. 한국말로 인사합니다. 카다이 조시노 마토메 데스. 그레카라 조시 15코 1카이니 5코 즈츠 3카이니 와케테 벤쿄 시오 토 오모이마스. 조시 15코 모치테 지분 나리노 아타라시이 분. 15고 作ってください。で、作った文を自分で読みます。ただ読むのではなく、覚えて録音できたらいいな。録音してください。そのファイルをアップロードしてください。私の文そのまま読む練習をして録音してももちろん構いません。自分のレベルに合わせてやってください。挑戦したい人、これからちゃんと使ってみたい、そういう人は特にね、自分なりの、いつかは使える、使いたいなと思う、そういう文を作ってください。それを録音して送ってください。調子のまとめですので、いろんな表現が自分なりに作れるようになります。なので、使えるように真剣に取り組んでください。頑張りましょう。じゃあ、まず勉強したいのは、1番目ね。日本語のがです。韓国語ではいかがです。もうすでに勉強しました。そうですよね。まあ、例文がちょっと変わっただけ。それと、これからは自分で、この助詞を使って、自分で文を作ってほしい。作る練習をしてほしいです。なので、繰り返し見て、自分で簡単な文でもいいですので、作れるように頑張りましょう。いいがです。前の文字に받침がないとががきます。받침があるといいがきます。下、例文見てください。私、リンゴ大好き。リンゴはどう？サガですよね。サガがまし습니다。これ本当に言いたかった。皆さんもやってみてください。言ってみてくださいね。で、私と勉強するときは、사과가맛있습니다で練習しますが、練習ではなく、練習しますが、皆さん自分で好きな単語を入れてください。まあ、動詞形容詞もね、変えながら、自分が本当に好きな、そういう文が作れるように練習してください。まず、사과は받침がないですよね。なので、その次、が来ました。それだけ気をつければ問題ありません。사과が맛있습니다。その下、가방이없습니다。가방です。日本語と一緒ですよね。가방。받침ありますよね。なので、後ろ、이が来ます。で、가방이。同じく、이응、丸ですので、これは変わりありませんが、鼻から音が出ます。가방이없습니다。가방がありません。まあ、一番目は、まあ、もうすでに勉強もしたし、自分で作れるんじゃないかな。今のうちに文を作ってみてください。
2番は、んかぬんです。日本語で言うと、わです。前の文字に、받침がなければ、ぬんが来ます。받침があると、んが来ます。自分の名前を入れて練習しましょう。私は私の名前、김삼숙で練習をします。저는김삼숙입니다。저는김삼숙입니다。私の別の名前知ってますよね。민채。저는김민채입니다。前の文字、저には받침がないので、는が来ました。下見てください。남동생은없습니다。남동생。弟なんですが、받침がありますよね。생のところに받침がありますので、은がつきます。남동생은없습니다。는은意味は一緒ですよ。日本語のわね。ただ、韓国語は받침がありますので、받침がある時とない時、形が違う上司が来るのを気をつけましょう。3番目も皆さん結構やりました。で、覚えてる人もいると思いますが、覚えてない人もいますよね。もう一回やるって感じでやってみてください。日本語の O です。韓国語で、을か를が来ます。前の文字の받침がない時は、를が来ます。받침があったら、을が来ます。漫画を見ますという例を書いておきました。漫画見てもいいし、読んでもいいんじゃない？漫画を見ます、読みます。同じ意味で、韓国語で使えるのは、漫画를봅니다。보다が原形です。見るね。봅니다になります。漫画、韓国語で漫画です。画のヒュの発音が弱くなって、マナのように聞こえます。マナと言ってもいいし、一つずつ文字ね、別々にして、マンファって読んでも関係ありません。大丈夫ですよ。マナルポムニダ。ファに받침がないので、ルが来ました。マンファルポムニダ。大丈夫？その下。皆さん、방탄소년단好きな人多いですよね。私も結構ね、好きになりました。皆さんのおかげかな。で、その単語入れておきました。入れてみました。방탄소년단。소년단の단に받침がありますよね。下の받침があるので、その次、을が来ました。방탄소년단을사랑합니다。ちょっと強いかな。 사랑합니다の表現を覚えてほしい。それでわざわざ入れておきました。覚えておきましょう。韓国語を習って、愛してますっていう表現言えたらいいんじゃない？なので、また入れておきました。방탄소년단じゃなくてもいいんだよ。自分が本当に愛してる誰か、本当に愛してる何かを入れて練習をしましょう。ここでは방탄소년단을사랑합니다。ここでは私実は入れてないんですけど、気をつけなきゃいけないのが、2つ、とりあえず2つあります。1回聞いて、もうすでにしてる人は、ああ、そうだねって確認。知らない人は1回聞いて、使えたら使ってくださいね。もうすでに説明はしたことあります。例えば、友達に会う。その場合は、日本語は何々にを使いますが、韓国語ではおを使うことになってます。なので、その場合は、友達に会う、それを韓国語で言うと、친구를만납니다というふうになります。それと、地下鉄に乗る
ありますよね。地下鉄に乗ります。その時に地下鉄に、日本語ではにが来ますが、韓国語では地下鉄、지하철을 탑니다 になります。説明、詳しく書いて説明しようかなと思ったんですけど、できれば簡単、本当に大切なメインだけを説明しようかなと思いましたので、書いておかなかったんです。とりあえず口で今説明はしましたが、どうですか？これを聞いて、もうちょっと知りたいなとか、わからないなとか、そういう学生は必ず私にメールを送ってください。もちろん説明します。じゃあ、頑張りましょう。4番目です。4番目は多分知らない学生が多いんじゃないかなと思います。知ってる人はもちろんいろいろ使ってみてください。知らない人は今回この4番と5番は知らない人が結構いると思いますので、4番と5番を中心にして覚えていきましょうか。方向を表す。日本語で何々へという助詞です。それ韓国語で何々どこどころう、どこどこうろうっていう表現になります。で、これは받침があるかないか、それだけではなく、ちょっとややこしい。받침がある中で、その받침がリアルの場合、3番目ね、リアルの場合はちょっと違います。それも気をつけましょう。じゃあ、まず、받침がない時です。받침がない時は、ロだけが来ます。最初の例ね、東京ディズニーランドを갑니다。日本語では東京長い音ありますので、そうなんですが、韓国語は長い音、長音を認めませんので、短くなりました。東京ディズニーランド、東京ディズニーランドを갑니다です。랜드の드に받침がありません。なので、ローだけが来ました。2番目は、일본です。日本、일본。받침あります。받침。どこの받침？일본。このね、본の方です。받침ありますよね。니은という받침があります。なので、その次何が来るかというと、으로가来ます。일본으로옵니다です。받침あるので、으がもっと入ってきたわけ。発音しやすくするためです。일본으로と言ったら発音しにくいじゃない。일본으로옵니다になります。で、その下3番目です。3番目の場合は、받침あるのは一緒です。받침あるのは一緒なんですけど、받침の中に、その받침がね、リアルなんです。リアルの場合は、これちょっと特別だと考えてください。どうなるかというと、받침あるのと一緒ではなく、받침ないのと一緒なんです。なので、ソウルが韓国語で、韓国の首都ですよね。ソウルの場合は、その次、ロだけが来ます。ソウルロ갑니다です。ソウルロ갑니다。気をつけましょう。でもこれ結構使いますので、覚えておきましょう。ソウルロ갑니다。一つでもいいんじゃない？いいんじゃない？일본으로옵니다もいいか。일본으로옵니다。서울로갑니다。他のでも結構できますよ。例えば、韓国。한국ですよね。한국으로갑니다。いろんな表現ができますので、自分で作って練習をしましょう。一生懸命やりましょう。4番と違って5番見てください。韓国語は一緒です。ですよね。韓国語、ロー、ウロー、一緒なの。日本語では違う。
手段とか方法を表すでなんです。ですよね。タクシーで行きます。韓国語ではタクシーロカムニダになります。받침 나이 からローだよ。黒ペンで書きます。검정ペンうろ씁니다です。검정が黒なの。まあ、검은색, 검정색, 까만색, 까망색 이런 나네. 이로 同じ黒だけど、いろんな表現があります。その中の一つ、검정 ペン으로 씁니다. これもで、日本語でてね、韓国語でうろになります。なんで、ペン、받침あるからね。これ3番目見てください。お、これもうやったね。한국말로 인사합니다. 이해를? 한국말로 인사합니다. 大丈夫かな?ここまでです。1番から5番まで。中止5個の文を作ってください。自分のできればね、可能であれば、皆さんの文を作って、文を書いたファイルと、またそれを録音してください。録音して、録音ファイルを両方ともアップロードしてください。人に見せるためとか、課題だからとか、そういうことではなく、自分で習った、この何々が、何々はのような、こういう助詞が自分で使えるようにしてほしいです。なので、本当に言いたい単語を使って、そういう文を作ってみてください。そうですね。特にこの1番から5番は基本です。文作るのに最も大切な助詞ですので、これしっかりね、勉強しておけば、皆さん自分の文、簡単な文ぐらいは十分できます。で、皆さんの中には、これ簡単すぎて面白くないわという人もいると思います。そういう場合は、長い文を自分で作ってみてください。ちょっとぐらい間違ったって問題ありません。間違いがあるかどうかの問題ではないので、自分なりのね、本当に言いたい、そういう文を作る練習をしましょう。頑張りましょう。勉強して、また課題、まあ嫌ですよね。今回は言葉、ちょっとやりますが、覚えなくてもいいです。でも、覚えたい人、使ってみたいなと思う人は覚えましょう。まあ嫌だ、ここまででいい、十分だわと思う人は、まあ一回聞いて、忘れても構いません。大丈夫かな?行ってみましょう。虹です。虹色。日本語では何と言うかな? 韓国語で言う方法をやってみましょう。7색깔무지개って結構言います。7色。7つの色の虹っていうことね。7색깔무지개。で、右側を見ると、一番最初ね、빨강。まあ、黒の時も私も言ったんですけど、前でね、빨간색。빨강색。もういろんな色のね、単語があります。もう、붉은색とかね。まあ、いろいろありますが、その中で一つ、빨강。これもう、名詞になった。빨강があります。その次、주황です。주황。その次は、노랑。노랑。その次は、초록색とも言います。他のもね、いろんな、まあ、色の表現がありますが、초록でもいいし、초록색でもいいです。その次、파랑、青色ですよね。파랑。これもね、파란색とかね、いろいろありますが、とりあえず파랑で覚えましょう。その次、남색です。남색。その次、最後ですよね。七色の最後、보라색です。紫。보라색。私、보라색好きだな。
紫ね。じゃあ、まずじゃなくて、左側を見てください。その色の名前を書いておきました。빨강、주황、노랑、초록、파랑、남색、보라색。ちょっと早かったかな。その中のね、一番最初の、頭文字って言えるかな。これを、このように、最初の一文字だけで言います。これが普通です。빨주노초파남보。ちょっと早い。빨주노초파남보。大丈夫かな？じゃあ、行ってみましょう。빨주노초파남보。ちょっと早く言うね。빨주노초파남보。일곱 색깔 무지개 と言います。できれば覚えておくといいんじゃない？覚えたい人はぜひ覚えてみてください。続く短編으로이어집니다.